ああ、悪いな。今の取れたか？新記録？何秒だ？ 6.2。 いや、嬉しいぞ。久々の自己ベスト更新だし。あと 0.3 秒か。ああ、いや、6秒切るにはって話。あとちょっとか。そうなんだよな。ほんの少しの差なんだ。なのに手が届きそうで届かない。なかなか超えられない。ま、いつかは超えてやるけど。悪いな。付き合ってもらって。一人じゃ測れないから助かった。サークルだと大学の外周を走るばっかで、測定なんてほとんどしないしな。しかし、いくら練習日じゃないとはいえ、見事に誰も来なかったな、自主トレ。ま、前期試験も近いし、しょうがねえか。しかもこの暑さじゃな。夕方になってだいぶマシになったとはいえ、走るとさすがにあっち。お、これ第2部のチャイムか。ってことはもう6時だな。よし、部室に寄って帰るぞ。どうした？入らないのか？平気だろう。他に部員もいねえし。それにお前、試合で人手が足りない時とかよく手伝ってくれてるだろう。立派な関係者だ。このロッカー、相変わらず立て付けが悪いな。ああ、ドア閉めといて。こないだ開けっぱなしにしてたら他のサークルの奴らから文句言われたんだよ。悪いな。その辺座っといて。すぐ準備する。ん？なんでって。そりゃ脱ぐだろ。何のために部室に来たと思ってるんだ？ああ。なあ。いいか？それ、取りたいんだけど。そう。お前が抱えてる、そのスポーツバッグ。着替え入ってるから。ありがとな。やっと動いた。悪かったって。お前の反応が良くてつい。安心しろ。死ねえよ。ここ部室だしな。それに、いつ誰が来るかもわからないところで、お前の肌を晒すなんてこと、俺がすると思うか？だろ？そういうのは全部、俺だけが知っていればいい。ほら、また後ろ向かなくてもいいのか？そのまま見てくれてても、俺は構わねえけど。よし、着替え終わり。もうこっち向いても大丈夫だぞ。なんか食って帰ろうぜ。腹減って死にそうだ。言ってるそばから。なんか買ってくれよかったな。お、飴持ってんの？助かる。どうした？なかったんなら別にいいぞ。気持ちだけもらっとく。なんだよ。やっぱり持ってるんじゃないか。なんでためらって。お、裏になんか書いてある。キスしたくなる味？お前、相変わらずこういう変わったやつ好きな。
スしたくなる味ね。気になるのか。なーに構えてんだよ。ここじゃ死ねえっつったろ。ほら帰るぞ。なあ、飯食ったらうち来ね。課題一緒にやろうぜ。週明け提出のレポート、お前も終わってないんだろ。やっぱりな。じゃ決まりだ。